記憶を取り戻したら解決ってアニメでは言ってたような気がするということでね、今回も、漫画版ハイヨウネシャヒメの話していきたいわけなんですが、今回やっていきますのはサンデースーパー3月号に掲載されておりました遺伝絵本草子ハイヨウネシャヒメ29の章02の話していきたいかなと思います。まず前回のね、振り返りしていきますと、今回のタイトルにもついてある通りですね、まあ、ついにゼロさんとの決戦編がね、始まっておりまして、こうゼロのいます船に三姫たちが乗り込んでいくも、ゼロの使う天地返しによって、トアさんだけがゼロの元に送られてしまいますよと。しかしゼロの狙いというのはトア自身ではなく、トアさんの持つ虹色真珠でございまして、それを取り込み自身が失った記憶を取り戻し、カグメの言った言葉の真意を確かめることだったんですよねというところで、今回の話入っていくんですが、まあまずはですね、そのゼロさんが取り戻したという記憶と、それによって判明したところをね、いろいろありましたので見ていきますと、一つ目の記憶はこの麒麟丸が犬の大将との戦いで角を折られた場面の話。これアニメではですね、キリン丸自身が折られた角を陸としていましたが、漫画版ではですね、ゼロさんがキリン丸の鍵を作るんだっていう風に犬の大将に語っております。まあ、これは前にもですね、陸さんが同じようなことを言っておったんですが、陸さんというのはですね、キリン丸が波動の道を進む上で、まあ、選ばずに捨てたもの、弱さであったり、他者を愛する気持ち、優しさっていうですね、捨てたものがね、いろいろあるんですが、その捨てたものを選択していたらキリン丸どうなるんだろうなっていう試みの上で誕生したのが、リクさんであります。だからなかなかここだけ見ますと、その自分の興味本位だけで命を与えるゼロ、いかがなものなのかなと。まあでもその妖怪の感性っていうのは測れんから、そんなもんなのかなとか思うところではあるんですが、どうやらこうやってですね、現在ではなく未来だったり可能性の話をすること自体が妖怪の中でもなかなか異端らしく、でそれに加えゼロさんっていうのはもともと闘争本能自体もですね、薄いそうなんです。でだからそんな自分のことをですね、大妖怪としてあるまじき出来損ないだと、すごいその自身を卑下しておりまして、その妖怪のあり方っていう部分に関してもこう苦悩をね、していたんですが、そんなゼロのことを認めてくれていたのが犬の大将なんですよね。いや、ここもですね、またその、椎名先生ね、改めてさすがだなと、呼べるなかなかいい改編と言いますか、追加要素だなと思うところで、やっぱそのゼロさんの方にも大妖怪としての苦悩というか、そういうのがありつつで、それを救う犬の大将っていうのを描くことによりまして、こう、両者のね、存在意義っていうのをこう、非常に上げている部分でして、で、なおかつやっぱりちゃんとそのゼロさんが犬の大将のことを慕っている理由っていう部分がね、されていたっていうのもあるし、そのゼロにとっての犬の大将っていうのが陸にとってのトアっていうものとすごいこう似た関係性にねできているのもですね、なかなか非常にこう大きいんではないのかなというのがですね、まずこの一つ目の記憶では気づきとしてはね、ありまして、で次に思い出す記憶になってくるのが、そんな犬の大将の、まあ、死をね、聞かされた場面になっていきます。でこの時点ですでにその妖霊星に襲われることでゼロ自身怪我を負い、リオンは死んでしまい、それによりその弟キリン丸もですね、いろいろとおかしくなってしまったよっていうことで、ゼロ自身もですね、心身ともにダメージを負ってしまったわけなんですが、まあ、そんな中で大将、犬の大将という支えまで、心の支えまで失ってしまったよっていうだけでなく、さらにその妖霊星の攻撃を受けた際に、妖霊星の一部にこれ寄生されていたんだってさ。でもまあ本来ですね、一部程度では大妖怪であるゼロを操るほどのね、まあ力はなかったそうなんですけど、まあ今現状のね、ボロボロの昇進状態のゼロさんの悲しみを増幅させ、誘導させるところに関してはまあ十分であり、まあその結果がですね、自身の記憶を虹色真珠にして消失させるっていうところにね、繋がっていったわけでございます。いやー、これもね、またその、さっきと同じような話をしてしまうんですが、まあ、ここもサスシーっていうね、もう話でございまして、まあ、アニメだと純粋にその、ゼロさんの心の弱さと、キリン丸さんのなんか、よくわからない感じで、いろいろね、こじれてしまったよっていうのがあったんですが、ちゃんとその、おかしくなった理由付けとしまして、キリン丸やゼロよりも、こう、上位のところに、悪の存在っていうのをね、まあ、妖霊星っていうと、置いたっていうことで、まあ、いろいろとこう、繋がっていくと言いますか、まあ、納得度合いがね、非常に増していく。いろんな面でね、これ、うまくやってるなぁと思うところでございます。はい。そして、まあね、現在の時間軸に戻りまして、そんな犬の大将と記憶を捨てた時のことを思い出しました、ゼロさん。まあ、カゴメの言っていた通り、失ったのは大切な人との記憶ではあったんですけど、ゼロさんの選択というのは変わらず、三姫との戦いをね、これ、望んでいきますよと。これもまたね、そのワンチャン記憶を取り戻したら仲直りエンドとかね、あるかもとか前思っていたりしたんですが、そんなことはなく、ゼロさんの考えがね、一切変わらなかった、現在のそのゼロさんの心境のところをね、ちょっと改めて考えていきますと、これがですね、前回言ってたセリフにちょっと読み取れるところがありまして、そもそもその記憶を取り戻した理由としてあったのが、かぐめさんの言いました、失った記憶が本当にね、大切な思い出であるっていうのを確かめるのかどうかっていうのもあるんですけど、もう一つがその心を捨てた理由っていうのが、恐怖からではなく、自分自身でその捨てるのが正しいと思ったから捨てたんだよっていう話。だからその心を捨てたという行動自体が正しいかどうかも記憶を取り戻して確かめたかったっていうわけでございます。そしてその結果が捨てたのが正しいとなったんだけども、でも記憶を完全に消すためにはですね、犬の大将とつながりを持つ者たちを一掃しなければですね、また再びこう記憶にね、違和感を持ち始めて同じような繰り返しをするので、戦うという選択を変えなかったんだよなというふうに思われます。これもそもそもですね、その妖霊祭の誘導があったとはいえ、自分が決めたこととして捨てておりますので、結局今現状の状態で記憶を取り戻しても、その捨てた時と同じ状態に戻るだけになりますので、それはね、捨てた方がいいと思うのは至極当然なわけでございます。だから記憶を取り戻させるよりも前に、まずは、ゼロの腕に寄生された妖霊性とのつながりをゆかりの断ち切りで断ち切り、自分自身で悲しみを受け止めさせる、本当の意味で虹色真珠を取り戻させるっていうところがね、先決であるよねというところで、今回は遺伝絵本草子汎用ネジャ姫29の章02の話でございました。